長、おはようございます。はい、ちょっと専務のことを、はい、はい、名護市長選で、推定移設反対派が再選ということになりました。まずその結果をどのようにか。これはもう市民の皆さんのご判断で、非常に投票率の高い中でのこういう結果ですからね、名護市民の皆さんのこれは意思として、政治はきちっと重く受け止めなければいけませんね。あとはまあ、よく言われている国全体の事柄を自治体の選挙で決めていいのかというこの問題意識、これは僕もあります。ですから都知事選においてね、東京都におけるエネルギー政策は都知事選でそれは決めるんでしょうけども、まあ、国全体のエネルギー政策について、まあ、都知事が権限を持っていない中でそれを都知事選挙で問うてもいいのかっていう問題意識、僕は以前それをそのように申し述べました。やっぱりこれは国と地方の役割分担を整理する、権限と責任を明確化するという、まあ、僕の統治機構論からすればね、国の選挙で問うこと、地方の選挙で問うこと、これももっと中身を詰めて民主主義を成熟させていかなきゃいけないとは思うんですが、まあ、それでもね、名護市長のこの選挙で、この名護市民の皆さんがこういう判断をした以上は、全く無視するわけにはいきませんから、やっぱり、日本の民主主義っていうのはいいも悪いもかなり成熟している民主主義でね、どこかの国のように政府が決めたことをご利用しできるようなそういう統治機構ではないですから、まあ、僕は辺野古移設そうすべきだというふうに思っていますので、また安倍政権もそのように考えているんでしょうから、これから名護市民の皆さんと名護市長との協議を丁寧に進めてもらってですね、やはり普天間を固定化させない、日本の安全保障のためにも辺野古移設にどうか市民の皆さんにご理解していただけるように、政治として丁寧に協議をしていかなければいけないんじゃないでしょうかね。そういう今国の統治機構なわけですから、もしこのようなことが問題であれば、ね、国と地方の役割を明確化させる、責任の所在を明確化させるという意味での何か統治機構の基本的なルールをやっぱり作らないとダメですね。これが使用済み核燃料の最終処分地の受け入れの問題はじめね、もう全て国の統治機構に関わってくる問題になりますから、やっぱりこの国と地方の関係で問題があるというんであれば、それはきちっと民主主義の手続きに従って法律という、まあ、そのルールを作らなければいけない。今の法体系の中ではやはり政府は名護市長と名護市民と丁寧に協議をしていくというしかないんじゃないでしょうかね。政府は、まあ、その結果を受けて、その、まあ、移設のスケジュールに影響はないというふうな言い方をしているんですけれども、やっぱりその時間をかけて納得してもらうためにある程度スケジュール伸びるのはもう致し方ないということ。民主主義といいますか、これだけ成熟した日本の国にあって完全合意というものはありえません。東日本大震災の時のがれき受け入れ処理でもね、大阪市はがれきを受け入れしましたけども、完全合意というのはもう無理です。必ず反対の声が出てきます。ただやはりプロセスとかどのような形で、やろうとしている側がきちんと誠実に説明をしたのか、まあ、そういうところが問われますから、やっぱり日本国民もバカじゃありませんからね、そのプロセスを見て、どちらに合理性があるかということは国民が判断すると思いますよ。まあ、そういう中で最後は政治家が政治的なその責任のもとでね、まあ、最後は有権者の審判を受けると、政府は国政選挙で審判を受けるわけですから、最後はそのような認識のもとに、まあ、判断決定しなければいけないんでしょうけれども、まあ、こういう結果が出た以上、スケジュール先にありきっていうわけにはなかなかいかなくなるんじゃないでしょうかね。やっぱり、こういう状況で、民意が示された以上はそれを完全無視するというわけには今の統治機構の枠組みでは難しいでしょうからね。やっぱりそうであれば日本の国のその統治機構自体を変えていくと、やっぱこういう問題については国政選挙で判断していくべきじゃないかとか、こ
こういう問題は地方選挙でもその住民の意思を問うていくとかね、そういうところはやっぱり整理していかなきゃいけないと思いますよ。まあ、以前は国が補助金行政とか、もっと言えば機関委任事務とかね、そういう中でも国と地方というものは上下の関係だったもんですから、こういう問題が生じなかったんでしょうけれども、地方分権という名のもとに、ね、国と地方は対等の関係になったということで、機関委任事務をはじめね、さまざま国の地方に対する統制というものがなくなってきた、そういう流れの中で、まあ、そうは言いつつも国全体の問題はやっぱり国民全体で判断していくべきじゃないかというようなところは、これは皆無じゃありませんからね。ですから今地方分権の流れの中で、僕は分権は大事だと思いますけれども、分権をやる以上は国の役割を強化していくという部分も必要になってきます。分権と集権というものはワンセットですから、ここが今整理されてないんでしょうね。